健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回の動画はですね、今使っているオデッセイハイブリッドにも使ってて、 S660 の方にも使ってるんですけども、ネオ東京が出してるですねミラーカムっていうものをですね、僕は2個使ってるんですね。オデッセイハイブリッドにはミラーカムプロの方を使っていて、で S660 の方には普通のミラーカムを使っております。でミラーカムプロの方の動画はですね、何本か出させていただいてて、まあ、本当に今もずっと使い続けてて、すごくデジタルルームミラーの便利さっていうのを感じてて、一回使ってしまうと手放せないなっていう、まあそんな感じはするんですけども、まあ、ミラーカムプロの方はですね、常時電源の方に接続しているっていうことで、駐車監視機能が充実しております。もちろんですねミラーカムの方も駐車監視機能はついているんですけども、本体のバッテリー内蔵されているっていう状況で使っていることになりますので、ミラーカムプロは常時電源に接続していて、バッテリーの電圧を監視しながらですね、バッテリーの電圧が下がらない程度に駐車監視機能が働きます。で今回はですね、その映像を見ていただいてですね、本当に役に立つのか役に立たないのかっていうところですね、見てもらおうと思います。このミラーカムプロの方の駐車監視機能はですね、タイムラプスで撮影する機能と衝撃検知をする機能両方ついております。タイムラプス設定をしているとタイムラプスでも撮影をしてくれます。でミラーカムプロの方のこの設定ボタンを押してですね、このタイムラプスっていう設定があるので、このタイムラプススイッチをオンにするとタイムラプスでの撮影がされます。でタイムラプスの時間も12時間と24時間と設定ができて、もちろんですねバッテリーの容量が少なくなると電源が落とされると、そういった感じになります。でタイムラプスになりますので、まあ、1コマ1コマ写真を撮っていくっていう形になりますので、じゃあどれぐらいの秒間隔で撮っていくのかっていうことも設定することができます。1秒1コマから1秒5コマまでですね、選択することができます。今回お見せするのはですね、1コマ1秒とそういった感じのものになります。ではまずフロントカメラの映像から見ていただきます。1秒1枚設定になっているので、こういう感じのコマ送りの映像にですね、なります。この設定をですね、1秒5枚とかにすると、もう少し細かな映像を撮影することができるんですけども、駐車監視機能はですね、とりあえずこの1秒1コマでもそれほど問題ではないのかなといった感じです。結構綺麗に映っているのかなと思います。で、普通にですね、動画で再生すると、早送りのような感じの映像で再生されるんですけども、1秒1コマずつ録画されているのがわかると思います。明るさ的にも十分ですし、撮影されている範囲も広範囲でですね、十分わかりやすい映像なんじゃないかなと思います。続いてリア側の映像ですね。リア側の映像もですね、フロントカメラに連動して同じタイミングでですね、1秒1コマずつ撮影されますので、前方も後方もしっかりと記録されるという意味では、駐車監視機能としてはすごく安心できる機能なんじゃないかなと思います。画質もですね、前と同様なのですごく綺麗ですし、後方のカメラの方が少し広角に映ります。室内カメラも同じようにですね、フロントカメラやリアカメラと連動して1コマずつ撮影してくれます。まあ、この映像はですね、少し助手席寄りにしていたんですけども、ちょっと残念だなと思うのが、外の様子がですね、白飛びしてしまっています。室内の様子はよくわかるんですけども、外側ですね、もし車とかが来られた時それが把握できるのかなっていうのがちょっと心配なところではありますが、対象物が近づくとその明るさを調整するっていうことなので、これはですね、横に何か来ないとわからないっていう感じになりますが、今パッと見た感じでは外の様子はちょっと分かりにくいなっていう感じです。それとかなりカメラの方は広角なんですけども、オデッセイハイブリッド
トはですね結構車幅が広い方に当たると思いますので、フロントの右側左側をしっかりカメラの中に収めるっていうのは難しいなと思います。それとヘッドレストなんかが邪魔でですね、左後方右後方の様子が映りにくかったりっていうのもあると思いますので、駐車監視機能を使うときヘッドレストちょっと外してみるとより広く映るのかもしれませんね。これはちょっとまた試してみようと思います。日用品の買い物に来た時の駐車場の様子なんですけども、まあこれもですね広くこんな感じで映っております。いろいろな場面とかシチュエーションでどういう風に映るのかなっていう映像があった方がいいのかなと思って、もう一つですね映像の方をお送りしています。まあ結構車止まっているところが離れているのでナンバープレートとかはっきり映っているっていうことはありませんけども、近づいている車に関してはしっかりと映りますので、その点は安心かなと思います。後ろのカメラもですねこんな感じで映っててかなり広く映像が映っております。もう人がいたらですねすぐ分かるような感じで、近づいて悪さされたりとかですね当てられたらすぐに分かるんじゃないかなと思いますね。最後に室内カメラの映像ですね。室内カメラの映像はやっぱりですね外側明るいと白飛びしてしまってます。室内の方はすごく明るく映ってるんですよね。この状態だとですねやっぱり外は白飛びしてしまっています。もしかしたら人が立ったらですね綺麗に映るのかもしれません。もうそのどこの対象物に明るさを合わせるかっていうところでですね外側が白飛びしていると思うので、今は車内の方の明るさを標準に考えているから外が白飛びしているっていう感じになっていると思うので、外に誰かが近づいたりとか車が近づいた時に映っていれば問題がないので、これはですねもう少し使ってみて検証してみないとわからないなと思います。室内カメラはですねサイズが小さくなっているのは3つのカメラを同時に使うとですね真ん中のカメラだけ画面のサイズが小さくなってしまうっていう、これはミラーカムプロの仕様なので、この点はですねご了承ください。タイムラプスの映像を使ってですねどれぐらいの時間がですね撮影できるのかっていうところなんですけども、どうしようかな。バッテリーの状態がですねあんまり良くないんですね。購入してから1回もバッテリー変えてないっていうのがありますので、おそらくですね電圧ちょっと低めだと思います。でそのような状態で、しかもですね今僕ドライブレコーダー3つつけてるような状態になってて、どれもがですね駐車監視機能がついていてそれぞれに撮影をしているので、めちゃくちゃバッテリーを食ってると思うんですね。なので長時間の撮影が今は難しいです。なんでこんなことになっているのかというとですね、どれがですね一番使い勝手がいいかっていうのを調べるためにですねあえて3つをつけているような感じなんですね。で DRV325 っていうの後ろのケンウッドのやつと今ドライブマンっていうやつはですね、それぞれに1個が前1個が後ろっていうのを撮影しているので、室内録画とかサイドの録画がすごく弱いわけですよね。結局駐車場で一番嫌なのってドアパンチ食らったりとか、そういうのがすごく嫌なので、ドアパンチ食らったりとかですねフロントを擦られたりとかですね、その時に相手のナンバープレートとかが映ってて分かればいいんですけども、そういうのが分からなければですね、あんまり意味がないよなっていうこともあって、まあ、横側撮影できるっていう機能が欲しいなと思ってミラーカムプロを取り付けたわけなんですよね。前々から言っています通り前と後ろとそして室内と映すことができますので、うまくやればですねここでかなり広角に撮れるので、再度来られても撮影できたら、撮影範囲は360度カメラに及ばないにしても、ただ綺麗な画質でですね室内の様子とかを録画できるのであれば、室内と横を録画できるのであれば、これは360度カメラよりもかなり魅力的だなと思って購入したわけですよね。まあ、ちょっとこの室内カメラの映像はですね思ってた以上に外側が
白飛びしてしまうっていうのがあるので、そこはちょっと残念だったなっていうところはあります。夜間とかの方がきっちり撮れるんじゃないかなっていう感じですよね、赤外線カメラついてて。ただオデッセイの場合は結構この車幅は広い方に当たると思うので、焦点を当てやすい距離が室内になってしまうので、その室内の露出に合わせてしまうと外が白飛びしてしまうっていうのは持ち方がないことだと思うんですよね。なのでこれはちょっとカメラの使い方っていう、この360度のこのカメラの使い方をですね考えていって、どこにカメラを向けておくのかなっていうのは意識した方がいいのかなと思いました。その駐車監視機能として使うならっていうことですけどね。まあそれと横から割り込みされたりとかですね、もう左右から割り込みされた時はオデッセイハイブリッドのサイズ感だと完全に綺麗に左右が映るっていうことはなかなか難しいところもあるのかなと思うので、360度のドライブレコーダーのもっと画質がいいやつですね、性能がいいやつが出てきたらですね、そちらの方には及ばないところもあるんじゃないかなと思います。その駐車監視機能でしっかりと横も撮りたいっていう人とかはちょっと注意しておいた方がいいかもしれません。まあいろいろなシーンでこれからもちょっと使ってみて、本当に使えるか使えないかっていうのはもうちょっと調べていこうと思ってます。でいろんな映像撮ってみないとちょっとわからないので、たまたまそういう場面でしか使ってなくてあんまり綺麗に撮れなかったっていう可能性もありますし、なのでまあこの辺は引き続きですね検証を続けていこうかなって感じです。はい、ということで今回の動画はミラーカムプロの駐車監視機能についてお話ししてみました。まあ、真ん中特にですね室内の映像で左右をしっかりと撮りたいというところがあったんですけども、今は白飛びしてしまっているような映像になっているので、もう少しですねいろいろな場所で撮影してみて、まあ、本当に使えるのか使えないのか、綺麗に映像が撮れるのか撮れないかっていうのはもう少しですねいろいろな場面で撮影してみようと思います。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。